ではね、こちら播州織のね、生地の紹介になります。ナチュラルワッシャー加工のね、コットン&リネンストライプの紹介になります。はい、まずね、この生地の特徴なんですけども、先染めのね、産地で有名な、クオリティの高い播州織の生地になっております。でベースの生地がですね、コットンとリネンのね、混紡素材の、イメージでいうとね、若干のこう張り感のあるこうタイプライターのような生地になっております。非常にね、こう密度が高い生地になってるんですけども、あの風合いがね、この風合い加工がされてるので、程よい張り感の中にもね、すごくこう柔らかいね、こうナチュラルな風合いをね、こう楽しむことができる、そんな生地になっております。はい、でベーシックなね、このストライプがね、やっぱり今あの春から夏にかけてすごくね、爽やかなね、雰囲気をね、こう出してくれるんじゃないかなと思います。はい、で厚みなんですけども、厚みは中肉厚になります。程よい肉感を楽しめるようなね、あの厚みになってるんですけども、やっぱりね、風合いはね、こう柔らかさとね、こう程よい張り感をね、こううまくこう融合されたようなね、風合いになってるので、あのその辺がね、すごくね、こう楽しめるんじゃないかなと思います。イメージで言うと、やっぱりこうナチュラル感がすごく出てるっていうね、そんな感じなんじゃないかなと思います。はい、最後にね、ドレープ見ていきましょう。はい、ドレープもね、こんな感じでね、まずナチュラル感とね、程よいこうボリューム感をね、こう楽しめるようなね、そんな、ドレープなんじゃないかなと思います。これあの肉感がね、すごく使いやすいので、洋服以外でもね、例えばバッグとかいろいろな用途にね、使っていただきたいと思います。インテリアなんかにもね、すごくこの相性のいいね、こうカラーなんじゃないかなと思います、思いますので、ぜひね、いろいろな用途にね、使っていただきたいなと思います。